ぎんようでございます。本日はどちらに来てるかと言いますと、はい、富田という駅に来ております。ここも栃木県となっております。はい、そして今日登る山は大正山という山に登ります。なんか最近栃木が多いですね。多いって言ってもこの間のあれか、大平山、照石さん以来ですね。あ、親切に大正山登山口看板があります。じゃあそれでは早速行ってみましょう。グレートトラバーススタートです。山中神社とあります。ここは一つ安全登山祈願をしたいと思います。ちょっとミスりかけた。おっと、遠巻きではありますが、麓から大小の文字が見えております。ここからですね、登山道入ってからいきなり急登です。とした鎖場です。岩場が続きます。おっと、人工建造物が見えてきました。ここが妙義山山頂です。そして、続いては大正山に向かいます。もう岩場ですよ。標高そんな高くないのにな、ちょっと逆光だな。まさに山場、もう一つの山がこれですか。岩山だね、本当に。こんにちは。それでは、ピークも2つ過ぎましたので下山ルートに入りたいと思います。こっちから登ると大小の看板が見えるんですね。あれどうやってつけたの。あれ、男坂と女坂というのがあります。これ逆から登ってきたな。行きにこう男坂女坂こう選ぶと面白かったかもしれないね。まあいいっすよ、どっちでも変わんないでしょ。あ、ここが何、炙り神社でいいの。炙り神社らしいです。あ、これ予定だと左から行って大正山経由妙義山だったんだね。逆から回ってたな。はい、というわけで今回は栃木県にあります大正山という山に登ってきました。まあ、こう標高は低いんですけど、もうほとんど岩場ですよ。岩場で、まあ、草刈りもあります。なので、侮るなかれ。まあ心配な方はヘルメットを着用して登ってみてください。結構スリリングだと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイ。